いよいよ会場ログイン。やべ、ちょっと大丈夫大丈夫これ釣っちゃダメだいよいよ会場ログインしました。大会前日です。盛り上がってますかね。早速なんですけど、シンさんがいました。おお、クマがいるなと思った。ハロー、シンさん、またゲストルですね。いや、お互い様、ジン君がストーリーで見てると、どんどん行くから、めっちゃ元気もらったよ。本当ですか。攻めてんなと思って。僕、落ちすぎちゃって、今回。うん。どんどん落ちるんで、食わなきゃ落ちちゃって、やばいっすね。いや、なんか勝つ人のパターンじゃない。本当ですか。と思うよ、自分もそうだったから。へぇ。いや、すげえ意識してさ、2019年一緒にプロになったじゃん。だからもう、なんか一緒に頑張ってる気で。あ、そうっすね。一緒にプロになったんで。今度一緒にオリンピア決めようかなって自分の中で勝手になんか力もらってて、あのシンさんと終わって爆食い旅ちょっと行く、始めていきたいんで、本当よろしく、頑張ろうね。ありがとう、ありがとうございます。いやいやいや、マジでちょっと今忙しい。深山ってくれね。いやいやいや、ね、アドミさんに遭遇したんですけど、アドミさん今期俺の減量中一回も会ってくれませんでしただからもちらさんから聞いてるからまあいけるなと思って。そう、なんかね、もちら君経由で俺もずっとアドミさんのやつ見ちゃってるから、なんか勝手に会ってる気が。大丈夫大丈夫でしょう。で、もちら君じゃない、アドミさんのあの豚丼あったじゃん前。はいはいはい、俺あれ今期多分50回食ったそうだったんですか。いや、よかったよかった。あの白滝で腹が膨れる。そう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 あれでいっちゃう、はい、うわー、いくかな。ちょっと大丈夫です、ガシしないですか。大丈夫です。盛り上がってないの。いや、すごいっすね、コンディション。盛り上がってない。コンディションすごい。どうだろうね。やばい、落ちすぎてやべえんだけど。こんにちは、おやめっす、ザ・サリガ。はい、ということで、今日ゼノブース来ました。この間ナーバーのプロになったトーマ。イケメンはここ。黒俺より黒いじゃん。いや、そんなことないっすよ。俺は黒いな。ということで、ゼノブース今日ちょっと立ちますんで。じいさん来るとすごいな。来るやん。ちょっとこれ、ロビーで。ゼノブースでログインしました。トーマ、アキ、アナーキSome of you guys already competed in this show, but it's going to be a great experience.
さあ、いよいよここからパンプアップ。もう汗ばんでやばい。エリアレイズから行きます。端っこに外にポンと、でここでローデータカフあったので行く。いやこれすごくない？このプロのさ、オリンピアをかけた戦いのバックステで持田君が、確かに、ね、やばいですよ。神奈川2位がいますよ皆さん。もうこれ夢だよね。いやマジで夢。持田君ありがとうね。いやこちらこそ本当に最高のものをさっきコンディション見ちゃったんで、もうブクブクに向かわせる。飲んでも多分崩れない。マジ出た。やめてやめてやめて。7 8 9 10 OK。 マジ来てる、マジ来てる、マジ来てる、マジ来てる。よしよしよし、まだまだ。4、入れ6、7、8、9、10。外側に取り出す。違うな。7、8、9、10。ハマス楽しむ。よし、シュッ、よし。オリンピアの切符はこう簡単には渡さないぜ。この男が日本に来た。イアルカ、イアルカ、エンブラマットネトリー、シーポイケフローチャンピオン。23.
獄のような時間だった。何も言うことはないです。やっぱ後ろから見ててもかっこよかったもんね、タグチ君と翔子さんが。まあ、ちょっと一言、俺ダセえ、以上。とにかく俺ダセえな、もうそこだけっすよ。ただただ実力不足を感じました、痛感しました。Face the rear. And face forward. Thank you, gentlemen.示せなかった。まあそれだけがね、本当に自分出せなっていうのをすごい今思ってます。はい、皆さんもそう思ってると思うんですけど、はい、ちょっと有言実行できず、ちょっと格好悪い姿を見せてしまって、すいませんでした。はい、まあ、次はどうとか、大会が何とかちょっとまあ落ち着いてからまたね、動画にしようと思うんですけど。まあ、今はね、まあ、それちょっとまとまってからまた動画にします。そして、今回ですね、持田君と、清水コーチに、トレーニングとコンディションを見てもらったので、最後お願いします。で2人ね、俺がセカンドコールになった瞬間お葬式みたいな顔して気まずそうにするんで、ちょっとやめてもらっていいですか。ちょっと俺が気まずい。持田君のトレーニングのおかげで、今回背中はね、皆さん見ていただいて分かってたんですけど、結構インプルーブしたなって自分でも思ったし、背中良かったってすごい言われたので、もちろん本当ありがとうございました。はい、と、コンディションに関してもね、絞り絞りって言われてたんですけど、まあ、最後しっかりね、体重もがっつり落とすので、腹筋もね、しっかりと合わせて、背中もね、今まで水っぽかったのは結構今回、ハードな感じ、硬い感じに仕上がった。清水さん、ありがとうございました。いえいえ、ずっと好き、はい、ね、本当俺が結果出せなかったんで、それだけがちょっと、2人を、俺も神になって2人も神に申し上げなきゃいけなかったんですけど、まあ、そこだけ本当に2人には全力で、いろいろと対応していただいて、本当ありがとうございます。ありがとうございます。本当結果振らず申し訳ありませんでした。
ただ本当モジュラ君のトレーニングのおかげでここまで来れたし、体だけじゃなくて、ね、モチベーションとか心のあり方とかそういうのもすごい、励みになったし、清水さんもねもう後半の方なんてほぼ毎日のオレンジ来て、ね、この人チェックして、もっと腰は足音細かい指示もやって、本当にすごい優秀なコーチでありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。今回は何だろう、やれることやったじゃん。そうで、何だろう、悔いなくやれたんじゃないのかな、最後まで。なんかそれのおかげでね、結構俺なんか今すがすがしくて、本当に実力不足だけだったんですけど、まあ、こんな感じで、東京プロの挑戦は終わりました。で、まあ、今後についてはね、最初お話ししたとおり、また動画出すと思うんですけど、とりあえず今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。本当お疲れ様です。はい、お疲れ様です。